卓球、スピン、回転がかかる卓球ラバーランキングについて動画で解説したいと思います。正直に個人的な感想を言うと、スピンだけなら手なじシリーズが一番、かかると思います。ランキング1位はやはり一番人気の手なじシリーズです。ランキングでその手なじシリーズの次に来るのが DHS の粘着ラバー、中国のトップ選手も使っている DHS の強氷ネオ3や天極ネオ3が回転のかかるテナジーの次ぐらいに回転のかかっていると感じました。その次は、テナジー以外のテンションスピン系テンションラバー、このスピン系テンションラバーはテナジーほどではないもののスピンがよくかかる卓球ラバーと感じました。詳しく解説していくと、テナジーシリーズでは05が一番よくスピンがかかります。ティモボル選手が使用しています。ティモボル選手のループドライブはものすごく回転がかかっています。テナジー05を使用しているティモボル選手ならでは のものすごい強力なスピンだと思います。テナジーシリーズですごいのは、他のテンション系ラバーと違って自分のスイングよりも、もっと卓球ラバー自体がもっとスピンをかけてくれる、ボールがテナジーに食い込んでからテナジーがグッと回転をかけてくれるという性能が非常に、他のテンションスピン系テンションラバーより優れています。今の現時点で一番人気のテナジー、トッププロ卓球選手も使用するテナジーがその部分で非常に優れていると思いました。テナジー05は回転だけに特化しています。非常に回転がかかります。テナジー80はテナジー05ほど回転がかからないものの、回転を増してくれる性能はもちろんテナジーなのであって、05よりもスマッシュも打ちやすいという性能になっています。05はややスマッシュが、入りづらいです。どちらも非常に回転を増してくれる、他のハイテンションラバーよりも回転を増してくれる、非常に回転に優れた卓球ラバーです。あとはテナジー05の柔らかいバージョンのフレックス、05フレックスも非常にサーブ付きの切れ味が、ボールが食い込みやすく非常にボールに回転をかけてくれる性能が優れています。64フレックスも
テナジーの64はそれほど05や80ほど回転を増してくれないのですが、この柔らかいスポンジ64フレックスになって柔らかくなった途端かなり食い込んでグッと回転をかけ返してくれるので、非常に05ぐらいのものすごい回転のボールが出ます。エナジーシリーズの次に回転がかかるという、ダブルハピネス DHS の、粘着ラバーです。ひょうひょうネオ3、こちらはチャンジーカ選手が使用していて、チャンジーカ選手、チョウケイカ選手の YG サーブが非常に切れているのが、分かると思います。ワンハオ選手がツッツキでネットミスしてしまうぐらいものすごくよく切れます。天極ネオ2、こちらはマリン選手が使用していて、マリン選手のサーブがものすごい回転がかかっているのも電極ネオ2のものすごいスピン性能のおかげかと思います。電極ネオ3、こちらはワンハオ選手が使用していて、ワンハオ選手のドライブは非常に回転がかかっていて非常に沈んできます。この天極ネオ3の性能も、その強力なドライブに関わっていると思います。ひょうひょうネオ3と天極ネオ2と天極ネオ3を比べた場合、一番スピンがかかるのはひょうひょうネオ3で、その次にかかるのが天極ネオ2、その次にかかるのが天極ネオ3です。逆にスピードは天極ネオ3が一番スピードが出て、その次に天極ネオ2がスピードが出て、ひょうひょうネオ3はそこまでスピードが出ないです。テンションラバーから移行する場合は天極ネオ3がおすすめです。他には他のテンションラバーでいうとラクザ X、 これは全日本で準優勝したジン選手が使用している卓球ラバーで、このラバーもとても回転がよくかかります。ラクザ7ソフトもなかなか回転がかかります。ベガプロも回転がかかります。ベガアジアはベガプロほどではないですが、なかなか回転がかかります。ベガヨーロッパもベガプロほどではないですが、なかなかの回転です。ベガエリートもベガプロほどではないですが、なかなか回転がかかります。以上、卓球ラバーの回転のかかるランキング、正直な個人的な正直な感想です。参考になれば幸いです。